菊田和夫記念館は岩手県欧州市栄久市に所在する劇作家菊田和夫を検証する資料館である。建物は東西二蔵からなり、当初は1912年、小原善次郎により中禅観音を安置保管するために建造された。現在、東蔵は菊田の記念館として活用されている。当館から東に約500メートルには菊田が、 ラジオドラマ、金のなる丘のモチーフにしたとされる旧岩野道協立病院があり、同作資料を中心に彼の生涯と作品資料を展示。チベットはお祭り伝承館としてエサシジンク祭りと夏祭りを中心に市内各地に伝承される祭りと郷土芸能の資料を展示している。かつては中禅蔵の名称で2001年5月7日、エサシ市から 有形文化財に指定された、東西二棟、レンガ造り。東西もに、床面積41.4平方メートル、健康6.14メートル、最高高7.87メートル。屋根は瓦吹き、木造、霧妻造り。かつて当館に収蔵されていた坂道33、観音像、秩父34観音像、聖観音像を合わせて101体。 1752年から1773年に京都で制作された。2000年3月6日に江差市から有形文化財に指定された。現在は江差市、京都文化館で保管されている。ありがとうございます。